まあ、何かその十勝のためにやってやろうという気持ちがやっぱ芽生えて、そのために帰ってきました。小さなラジオ局で DJ をやってた僕が今 J リーグで試合を話させてもらってたりだとか、はい、未だに僕も信じられないようなことがあるから、何が起きるか分かんないし、まず、今日北海道リーグ開幕しましたけど、今シーズンにかける意気込みは、まだ1試合1試合、積み重ねていくことが一番大事かなっていうのは思いますね。でその先に JFL 昇格っていうのが見えてくるかなとは思います。その始めが今日の試合かなっていう感じはありますね。1対0で、はい、PK 決めて、はい、勝利でしたけど、はい、試合振り返ってどうですか。やっぱり後ろがゼロで抑えてくれてたので、前はやっぱりその期待に応えないといけないとは思ってましたけど、まあ、あそこで PK をやっぱ、勝ち取れたのは、やっぱ持ってるなと思いました。まあ、自分は取ってないんですけど、あそこはもう絶対自分が蹴るつもりで決めてました。蹴る瞬間の気持ちっていうのは、まあ、蹴る前も含めて、まあ、そうですね。案外リラックスはできてたので、まあキーパーのよく見ながらあそこに蹴り込めたら、あんま動かなかったのでキーパーはあそこに、ただ速いボール蹴れば入るなと思いで蹴りました。まあでもね、試合の入りはもう圧倒的に、スカイアースがボールを保持して、はい、でほぼ、相手チームはもう守り一方だった。そうですね。ボールは確かに保持率的にはやっぱり上回ってましたし、ずっとボールを持ってたので、その中で最後の崩しの部分がやっぱりさらに求めていかないといけないかなとはやっぱ思いましたね。最後のフィニッシュの部分の決定力もそうですけど、そこが上がればさらに2点3点で取れてくるかなと思いますね。去年のチームと今年のチームをね、比べてみて変わったことだとかってのありますか。まあ、はるかに選手の質はすごい上がりましたし、新しい選手も入ってきて、まあ、その部分ではやっぱり新たなチームが出来上がってきたかなと思いますね。で、まあ、さらに、ということはもうその結果に、さらにいい結果がついてこないといけない部分があるので、まあ、もっと高めていかないといけない部分がやっぱりあるかなと印象はありますね。今日はね、本当に700人、僕もアナウンスブースから見てて、はい、すごい光景でしたよ。そうですね。いや、まあ、実際自分もエスコートキット連れて入場するときから、ね、はい、観客見てましたけど、いや、十勝でこれだけスカイアースの認知度がやっぱ上がってるんだってやっぱ感じましたね、今日の光景を見て。95年から最初ルードボーイズから始まって、それからスカイアース、そしてごめんなさい、フェアスカイ、そしてスカイアースという中でね、でスカイアースの初めてのキャプテンということですけども、チームの歴史みたいなものっていうのはどうですか。感じるときであればそんなに意識しないですか。まあ、実質自分が入ったときに本気で J リーグを目指そうっていう、立ち上がったところではあったので、けど自分が小学校中学生の時はフェアスカイっていうのは知ってましたし、一緒にサッカーを教えていただいたこともありますね。で、まあ、最初はやっぱり、プロサッカー選手になることも夢だったので、いろんなチームにも練習参加しましたし、その中でやっぱり、結果はついてこなくて、その中で、中村統括 GM 補佐からそういう話をいただいたので、はい、まあ、何かその十勝のためにやってやろうという気持ちがやっぱ芽生えて、そのために帰ってきました。聞きにくいというあれだけど、はい、もう本当にコンサーのユースでバリバリやってたわけですよね。そうですね、やってました。でトップに、はい、まあ、上がれなくていう時っていうのはどうだった。まあ、最初のやっぱ本心はすごいイラつきましたね。実際そのなんでなんだっていう思い、まあ、自分の同期で前選手であったり、はいはい、まあ、今鳥取にいる内山選手が上がった中で自分だけダメっていう形ではあったので、まあ、何が足りないんだろうっていうそういう思いでもありましたし、まあ、次は違う J リーグのチームに行って、まあ、コンサドール、打倒コンサドールやろうっていう思いもやっぱありました。けど、まあ、どこか自分の中でやっぱりコンサドーレの、行きたいとかコンサドーレの思いはやっぱあったので、まあ、大学に進学してで、まあ、いつかコンサドーレに戻りたいなっていう思いでやっぱ大学4年間過ごしたんですけど、なかなかやっぱり厳しい部分もありまして、怪我で悩まされたり、まあ、試合に出れない時期もやっぱあって、けどそれでもやっぱコンサドーレの試合もやっぱずっと見てましたし、そこでやっぱり J1 に上がったのでやっぱすごいなっていう思いではありましたね。コンサのサポーターの
そう、皆さんからあの松尾元気ですかとか、あ、本当ですか、声もかかるし、はい、いや全然元気ですよって、うんうん、早く上がってコンサート試合してくださいっていうのはすごい、うん、あの聞くんですよね。で、まあ、チームのみんながそれから周りがどう思うかは分かんないけど、さっきのジョー選手が今うちの GM をやってくれているっていう巡り合わせだとか、はい、その95年からずっと同じチームで僕も選手をやらせてもらって、そしたら松尾選手とこういった巡り合わせみたいなものもあると思うし、あの、やめなければ叶うことっていうのはあるからね、はい、そうです、うん、だから今日来てくれていたあの子供たち、エスコートキッズだとかボールパーソンだとかも将来僕らと同じユニフォームを着てやってるかもしれませんしね。そうですね、はい、もう自分たちが、まあ、今の小学生とかが、高校卒業して大学行って戻ってきた頃には、うん、もしかしたらスカイアースはもう J1、J2 に上がっていることも考えられるので、うん、そうなると十勝から J リーグのチームが誕生するっていうのは、まあ、近い話なのかなっていうのは思いますね。だってこの小さな帯広の小さなラジオ局で DJ をやってた僕が今 J リーグで試合を話させてもらってたりだとかっていう、いまだに僕も信じられないようなことがあるから、うん、まあ本当に何が起きるか分かんないし、逆に言えば何でも起こせる気がするし、あの藤川孝之さんがね、藤川代表が闘病している時にあのアジスタで藤川孝之激励マッチだった。で、僕どうしてもスカイアースのユニフォームをそのアジスタに持って行きたくて、でスカイアースのユニフォーム着て、で緑色のアジスタに行ったんですけど、ラモス選手たちがベルディのね OB がエキシビションをやるときに、まあ、たまたまその控え室を通りかかったんですけど、そしたらラモスがエンジン組んで、俺たちは奇跡を起こすためにサッカーをやってきたと、サッカーで奇跡を起こしてきたんだって、で今日もあの藤川のために奇跡を起こそうみたいな、まあ、それがねすごくこう、あ、素晴らしい言葉だなと思って、深いですね、うん、思いが。どうですか、あの JFL という舞台っていうのは見えてる？見えてますね。やっぱり去年経験した部分があるので、その既存の選手がほぼ残ってくれたっていう、やっぱりそれは多分個人としてもいろんな思いがあって残ってくれた選手が多いと思うので、うん、それを、まあ、新加入の選手につなげたりっていうのはやっぱり大事になってくるかなと思いますね、うん、すごい遠い目標ではないのかな、近い目標かなっていうのは、 JFL 昇格っていうのは感じてます、うん、ひょっとしたら僕らがどんなにこう一生懸命メッセージをあの発信してもどうにもならないことがあるかもしれないですけど、あの藤川選手さんはもちろんですけど、あのジョーさんとかがこうやって十勝に来てくれて、はい、やってくれてることっていうのはすごくやっぱり大きいですよね。大きいです。やっぱりそのかなりスカイアースの評価っていう部分がすごい認知度も上がってますし、そういう部分では本当にジョーさんが、まあ、主軸となって動いてくれてるので、まあ、チームとしてもやっぱモチベーションすごい上がりますね。そうだよね、はい、JFL っていうのはあの果てしない道のりなのかなと思うけど、もう本当に昨シーズンの一勝でこう現実的というか、そうですね、やれるっていう部分がやっぱり選手も感じましたし、見てる側も感じたのかなと思います、うん、やっぱりそういうチケッチピッキーチャンピオンズリーグってやっぱり総力戦なんですよ ね、うん、チーム全体で勝ち取らないといけないので、そういう部分で日々その全員がやらないといけないっていう、出てる選手だけじゃないかなっていうのはありました、うん、そして間違いなくそういう戦うっていう気持ちにさせてくれるのはもちろん自分たちの決意覚悟っていうのも当然ですけれども、はい、まあ、今日も集まってくれた、まあ、ああいう地元の方々、地元以外の方々もそうですけれども、はい、の声に対するやっぱり決意と覚悟ですよね、はい、そうです。それがすごいチームの個人のモチベーションにもなりますね。だよね、はい、で次の試合は6月リーグ戦は6月の8、9で帯広の森でやりますけれども、はい、連戦ですね、はい、うん、あの松尾選手から改めて、これを聞いている方、見ている方に来場の呼びかけをお願いします、はい、なんか公約した方がいいんじゃない？そうですね、まあ、
8-9 連戦ではあるんですけど、まあ、どちらも必ず自分が点を取ってチームの勝利に貢献したいなっていう思いもあるので、ぜひ会場に足を運んでいただければなと思います。で、まあ、今回700人ほど集まっていただいたんですけど、さらに700人以上の方を、それが集まるのを継続できればなってチームも持っているので、ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。まあ、次はね、やっぱり700とかっていう数字があったとしたら、分かりやすいのは1000だとか、はい、そのためには僕が思うには、チームを見に来てくれる、応援してくれる方も必要だけど、はい、やっぱりスターが何人も生まれて、スカイアースの誰々を見に行く、はい、っていうのが あれはいいですよね。さらに、まあ、そういう部分も含めて、まあ、スカイアースイケメンを揃ってるので、そうだよね、はい、うん、そういう部分から入り口はそこでもいいのかなって思いますね。誰々かっこいいから見に行きたいとか、うん、まあ、そういうのもやっぱりチームのどうしても面白いのかなって思いますね。ね、まあ、練習もそうですし、まあ、その辺街にいるし、チラシ配ったりもしてるし、はい、そういう風に、まあ、今はね、まだあれかもしれないですけど、これからどん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 高いステージに上がっていくとね、やっぱりそういう選手たちの、なんていうのかな、こう価値みたいなものもこう、はい、上がっていくと思うから、うん、そうですね、ね、応援よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、そしてすごく練習着だとかユニフォームもそうだけど、たくさんのクライアントもね、そうです、はい、応援してくれてて、まあ、そういうのも忘れちゃいけないですね。いや、そうです、はい、そういう思いも背負ってやっぱ戦わないといけないと思います。はい、僕はまあ、ベンチでずっと試合見てるのは、サッカーをやめることはいつでも、サッカーやめても別に、うん、はい、ただもういいかなって思う時もあるんだけど、やっぱりスカイアースのメンバーが大好きだから、そのスタッフジャンバーだとか、スタッフの服を着て、うん、はい、チームで戦うのはまだ嫌で、うん、やっぱりみんなと同じユニフォームだとかを着て、みんなと同じように練習、まあ、同じようにはできないけど、そういうところでこう頑張りたいと思ってる、はい、これからもよろしく、よろしくお願いします。いや、僕はもうスカイアースで、クリアさんと試合に出ることが今本当に目標なので、毎日のランニング頑張っていただきたいと思います。わかりました。今はね、ちょくちょく上昇く練習にも、はい、そうですね、はい、まあ、これからね、僕も頑張りたいと思います、はい、僕も頑張ります、はい、じゃあこれからも応援、ね、はい、よろしくお願いします。